今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り、劉蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。坂井、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息は。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。志村様は何て。お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ坂井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。誇りなどみじんも持っておらぬ。
言葉を学び叔父上を生かした。なぜでしょう。本土侵攻に協力しろと言ってきよった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですか。あやつは勝利を求めておらぬ。褒美だけ。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。消えだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども。騎兵がいます。押し通れ。攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。Yeah.
この大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、かねたの木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。はあめ、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。いや、申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれ。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。
志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんが、産麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。対馬に攻めてくる前、酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず上言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後、奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後をたけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産麦谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならば、おそらく一日で召集できます。加勢により、皆で猛虎を海へ押しやってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵、皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく、平和のために戦います。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。
誰か見たやもしれんな。お侍様が手を結ぶような相手じゃないじゃないか。お侍様も野党も。さあどうぞ見ていってくださいよ。武士を知らぬか、弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。Orpen, Ucho, Ucho! その怪我、かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りを掴んだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。どうしよう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 。まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される。先を急ぐぞ。これからも頼むぞ。どのような野営です。兵の多くは弓取り。赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は猛虎につく前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。
弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ。戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ。人殺しではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の不始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。もう着くぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。あれは蒙古流の弓術。折衷だ。日本式とのな。袋を的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。らしくなったものよ。金田の木でも見事だったぞ。巴がおらぬ。確かですか。調べましょう。物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ。
さらに増えるな。日本語です。何とある？大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。